行く市は、茨城県南東部の鹿行地域に位置する市である。2006年には、鹿島アントラーズの広域ホームタウンに加わった。霞ヶ浦北浦と、河口大橋東京都心から約7 0トル、県庁所在地の水戸市から約4 0トルに位置する。東は北浦、西は霞ヶ浦という二つの広い湖に挟まれ、東西の湖岸部分は、定地、内陸部は、 標高30メートル前後の行方台地といわれる、丘陵台地により形成されている。水戸市や土浦市から車で約1時間、石岡市や鹿島市からは約30分である。なお、稲敷市、美保村とは道路では繋がっていないが、霞ヶ浦上で境界を接している。行方市発足以前、行方市発足以後市内に住んでいる人口のうち3人に1人は65歳。 以上、8人に1人は80歳以上である。上空より見た行方市浅尾地区2010年の県議選から定数1の選挙区として実施。行方市は本所機能を分散させた分庁舎方式を採用する。各庁舎はそれぞれ旧庁の町役場である。エリア放送行方市は、地上一般放送局の免許を取得しなめ型、エリアテレビとしてエリア放送を実施している。 ワンセグのみではなく、フルセグとしても放送している。漁業霞ヶ浦では、鯉の養殖が盛んである。農業さつまいも畑蒸気の農産物が、県名柄産地に指定されている。畜産業主なチェーン店は次の通りである。なお、すべての小中学校で、生徒数の減少が加速しており、半数以上の学校の生徒数は100名未満、さらに一部では、 複式学級が実施されている。加えて、校舎の老朽化も深刻化、問題となっている。これを受けしは、私立の小中学校を統廃合し、一定の生徒数を確保できる新学校を作る計画を打ち出している。早いものは2012年に統廃合が始まっている。最終的には小学校が4校、中学校が3校に集約される予定。 しかし子供の減少という根本的な解決には至っておらず、今なお子供の数は減り続けているため、早急な対応が求められている。ただし、中学校では、精神学園中学校、高等学校では、近隣市にある高校や高専に進学するという選択肢もあり、そのような学生も少なくない。かつて、玉作り地区に、 鹿島鉄道北護多線が通っていたが、2007年3月31日をもって廃止された。現在は鉄道の代わりとしてバス路線が運行されている。玉造城駅は廃線後駅舎、ホームは取り壊されたものの、引き継ぎ玉造駅として主要バス停留場の機能を果たしている。高速バスは総合通学急行バスか施鉄、バス行方市内で運行されている。 バス路線は、都心方面と鉾田市を結ぶ高速バス、麻生号や、近隣の主要駅などを結ぶ路線バス、広域バスが運行されている。乗り合いタクシーを除き、関鉄グリーンバス、関東鉄道、池田交通が運行担当。なお、麻生号は、鉾田駅、沢原駅間の一部停留所のみで、途中乗降が可能。交通系、IC カードも、 神宮あやめしらほラインの池田交通運行便を除いて利用可能となっている。過去の運行路線コミュニティバス、行方フれ合い号、過去、北レウラライン主家業広域バス大魔神社祭礼の田町の出し霞ヶ浦フれ合いランド、水の科学館行方市の場合、地域出身者の出生地や出身地について、資料に、旧麻生町の生まれ、旧玉造町出身などとあっても、 これが直ちに現在地名の、行方市、朝尾や、行方市玉作りに対応するとは限らない。それというのも、その資料が省略してしまっている本当の場所、すなわち、地レベルの詳細な地域名が現在住所に反映されている可能性が多分にあるがゆえに、特定できないからである。実例を挙げれば、デクネ達郎は、行方郡北浦町の生まれであると多くの資料で、 確かめられるが、だからといって、現在地名、行方市、北浦と否定するのは間違いであって、行方市の公式ウェブサイト上にある、旧北浦町成田地区出身という資料に基づき、現在地名、行方市成田こそ否定されるべき場所である。一方で、長作広美は、行方郡麻生町の生まれとされているが、市の公式ウェブサイトに、旧麻生町、麻生地区出身とあることから、 旧朝尾町内の他のどこでもなく、現在地名、行方市、朝尾と否定できる。このような特定に不可欠な資料が確認できないものについては、本校では現在の行方市旧町内などと表記した。行方市名誉市民条例は2005年9月2日に施行されているが、選定者はまだいない。行方市は2011年9月2日、地域の宣伝や、 情報発信等を担う、なめガた大使を、地域に、ゆかりのある著名人に移植した。この時移植されたのは、小林光恵、出久根達郎、長作博美、花輪雲宝、花輪里志、美輪光弘の6名であった。先の6名に加えて、アクル2012年9月2日には、小沢秀明、小牧美希、奈良崎正明、藤代信夫の4名が移植された。 ありがとうございます。